ほい、じゃあガイドの、手合わせに行きましょう。いるわ、待ってるわ、あいつまだかなみたいな、わざとこっち見ないようにしている。行こう。うい、よう、テシ、早速手合わせしてくれるのかい。あ、もう始まる。ちょっと待って、俺の方はいつでもいいぜ。正直、いやー、めっちゃいいやつ、めっちゃいいやつ。この町の、南東には古い塔があるんだが、どうもそこからモンスターが出てくるような気がするんだ。完全に当たってます。なんかこの人が言ってたんだよね。まあ塔の向こう、なるほど。なんかそれぞれの村と村の交流を断ち切ろうとしてる感じがするね、モンスター。この塔にモンスターが出てきて、ここのクラメントとタンベルでしたっけ、なんかね、タンベルとの交流をね、断ち切ってるよね。本気でやってもいいかと。いや、そこは大人の本気でいこう。本気じゃないとあなたが怪我しますよ。おい、言うねえ。言っちゃった、ごめん。ガイ、ごめん。行くぜと。ガイさーんって、いいとこで、あれ？なんだよ、今いいか。いや、まだ始まってない。始まってないから、まだ。モンスターが街に。なんだと？と。行くぜと。あれ、ガチモンスター。カプセルじゃないガチのモンスターだ。いやー、ボス級来た。真ん中には、おっ、マジのやつ来た。曲初めてじゃないこれ。かっこいい。お前がこの辺りでは一番強い男なのか？誰だ、貴様は。私の手下どもを倒したら教えてやる。ガイさん、手合わせはこの後でゆっくりやることにしましょう。かっこつけてるなー。分かってるじゃねえかと。こいつらを軽くやっちまうとするかと。なかなかよ。リッキーは何にも言わないで参加してるって。回復してねえけどいいっすよね。テシってな、だから名前適当でいいからつけてあげて。テシだからかわいそうだからね。適当でいいのよ、そこはもう何でも。ガイ、レベル11、147。どんな感じ？魔法何にも買ってねえんか、お前。まあいいっすわ。あれ、HP じゃねえな、回復したのは今。攻撃力のことか、51って。そういうことか。弱えし。まあ、手下ですから。まあ、手下ですから、そりゃそうなりますよって。そりゃそうですよねってなるよ。手下も。手下もそりゃそうですよ、手下ですから。逆に手抜いてるな、だから。まあ、とりあえず責任は、真ん中にいたやつが取ってくれると。あれ？むーちゃん頑張れ。あれ、むーちゃん手抜いた？さっき、今のターン。よし、行こう。レベル上がってるし。まさかの初戦闘でレベル上がる仕様。なんだ、口ほどでもねえと。なんと私の手下かと。さあ、次はお前の番か。まだ勝負はついてないからな。おっと、いや、でもあいつね、あいつ、まあ強いでしょうね。とんだ邪魔が入っちまったな。さあ、今度こそと。ガイ兄ちゃん、大変だよ。変な男がヒルダお姉ちゃんを無理やり連れてっちゃったよと。あいつじゃん。あの野郎、ふざけた真似しやがってと。ほら、塔行ったわ。よし、わかったと。俺も行きますよと。いや、南東の塔はモンスターが多くて危険。なんてことをお前に言ってもしょうがない。わかってる、わかりすぎてる。早いわ。どっちかっつったら、ガイに俺らが加わる感じだけどね。ガイが僕らに入ってくるっていうね。曲止まっちゃってるけど。まあ、行こう。宿屋はいいよね。結局回復ポイントあるんでしょっていう、こういうなめたプレイしてるっていう。ちょっと優しいから、エストポリス優しいから。
インプ。ちょっと優しくなさそうだけど、これはやめた方がいいな。まだ雑魚じゃねえからな。言って雑魚じゃないんで、ちょっと気をつけよう。おー、ムーちゃん分かってきてるね。分かってきてる。ムーちゃんもガイ硬いっすね。なんでガイ後ろ、なんでお前後ろになってんの。あ、そういうことか。これ一旦使わないよね。よし、そこんとこは俺あれだから、ちょっとうるさいから。ガイ前になって、多分50ぐらい与えてくれると思うんだけど。おー、よし、そういうことね。オッケー。どんどん行こう。なんと、あった。南東の塔。なんと有事。よし、タンベル。南東の塔。また色違いのあいつがいて。まあ、なんつっても、ダンジョンが醍醐味だから。もう直進。あれ？見えなかった。こいつ倒し、爆弾じゃねえよ。こいつ倒してどうなるかな。おい、スコーピオン。イモリ、黒焼きになってないイモリ。スコーピオンから行こう。毒持ってっから。ちょ、待って、ティア、ガイ。何勝手に元に戻ってんだよ。そうじゃねえ。練習通りやれよ。練習通りのフォーメーションで、この野郎。そうか、デフォルトに戻っちゃうってことね。戦闘中にやったことは、まあオッケー。ほら、もう336ゴールドですよ。絶対黒焼きにしてないから。こういうことね。よし、ちょっとティアは回復させといた方がいいよ。これで、よし、ここはダメだと。っていうことは別のフロアで、ここでよろしいか。ここのこっちでなんか操作をして、またよくわからねえのなってんぞ、これ。ここ上行けんのよね。行けないと。なるほどね。これどう思います？この3つ絶対わけあるでしょ。だからこれは下から押すやつだと思う。まあ、一旦っていうか、これ普通に取れんじゃん。うわー、でもそう、これね、ちょいちょいやっぱ4体とかになると、雑魚だけどきつくなってくるよね、これは。おかい、やるじゃねえか、お前。うわ、来た、毒針。毒針やってきたね。ガイとムーちゃんの、コンビネーションが素晴らしい。さっき見せたニードルシャワー全体攻撃。いやー、敵も結構バリエーションあったんだね、あんなに。いいね。なるほど、わかりました。これ多分、おここ、多分っていうか、なんかここ起こるかなって思って乗ったら、スイッチ現れましたよね。で、この3つをこうしていくわけと。で、なんで壺これだけあんのかなって思ったけど、これ謎でしたけど、これでもさ、ここにあるから、こうやって持っていけばいいのかなって俺単純に思って。あ、そうか。なるほど。こう、そういうことか。なるほど。壺ないとダメですよね、これ。なるほど。うわ、よくできてる。持って、こういうことだ。うわ、よくできてる。素晴らしい。スコーピオンが待っていた。マジの不意打ち。ガチの不意打ち。
2回攻撃もしてくる。素晴らしいスコーピオン。いやーすんごいな、いろんなこと考えてるなダンジョン。と2回。でこのシンボルエンカウントっていうのはね、マジでね、このダンジョン形式、このギミック、トリック、このダンジョン形式とすごい合ってるんだよね。まあ、似たようなのでテイルズ・オブ・ファンタジアありましたけど、あれこれはなんか周りのやつは倒さないで真ん中だけ倒せみたいな、そんな感じじゃない？どうなんだろう、ちょっとわかんない。そう、テイルズ・オブ・ファンタジアは普通の戦闘だったので、途中で敵ね行ったり来たりする間で出てくるとちょっとだるかったっていうのもあったんで、いやこれは素晴らしい。あれガイもしかしてガチガチの戦士か、ガイは。あ、 MP 増えない、なるほどね。 OK。 あでも普通に開いたな。下行く。おー、等感があって素晴らしい。もうちょっと目を見して欲しかったけど、いいね。なるほどね。あっつ、当たっちゃったよ。ガイは、あ、まあ、話戻ります。ガイはガチガチの戦士でした。 MP0 です。なるほど。2回押して使うの。OK。ではもう塔をここを出ていくしかないと。またあるね。またこれがスイッチ。あれ？今度スイッチなんだ。爆発したけど。止まっちゃってる。うわやばいやばいやばい、変なやつ不意打ち。あー、これで並び替え、うわそういいね。これで並び替えぐっちゃぐちゃになっちゃうってことね。ぐっちゃぐちゃに。よし、これで大丈夫だよね。これなかなかだね。これを魔法使っていかないと。ポイズンリザード、よし、炎弱点か、これ柔らかいわ。不意打ちでちょっとビビりましたかな。いや強いわ、でも強いよ。よーし、イモリじゃねえのに黒焼きすごいな。イモリ押してくるね。イモリ姉さんね、群馬県、群馬でしたっけ。あれ、あでも敵倒すか。ふい、こっち先制攻撃でした。なんか先制攻撃が早いのよね、消えるのが。情報消えるのが早くて。ここでっか？ OK。よし、ナイス。だったら今の状態でも黒焼きですけど、イモリの黒までは完成している。 OK。 まあしょうもないこと言いつつ、あれこれはじゃあハズレ間違えたってこと、これこっち押せってことなのかな。なんもないっすよね。こっちハズレですね。じゃあこっち血を押せってことかもしれない。あ違う、爆弾関係あんの。なんもない。爆弾置けない。爆弾置ける、何個でも置けるよこれ。
ボンバーマンみたいになってる、本当に。特にはなしか。ちょっとちゃんと探していい？ここ飽きそうじゃん。ここガンってなりそうだよね、横にこの出っ張り。なんかありそうですね。これはもう押すだけか。引くはできない。元に戻ってる。ってことはこう、こうして、そうするとこっちと同じ。うわ、なるほど。よくわからないけど、よくわからないけど、ここになんかあるね、これ。ここになんかあるよ、これ。ちょっと倒していこう、ちゃんと。こうしていこう。これが単体で攻撃したときは、単体に攻撃した風な感じの魔法を。して欲しかったなみたいな。ちょっと言うとしたらね、もうほぼ文句ないですよ。素晴らしいですけど、全体攻撃みたいになってるから。ここなんかあるよね。あ、ここにもある。あ、でも単なる模様か、これ。あんま関係ねえのか。あ、模様っぽいね。下と、ん？うんつん。じゃあここしか行けないってことか。うわ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 。やばい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 。あの硬いやつの上位互換が急に4体。やばいやばいやばい。なんか結構。来てるな。これやばいですよね。やばいのかどうか。だってこれ硬いですし。うお、倒れねえし。魔法か、これは。うわ、むーちゃん。これはどうなんだろう。あ、こっち使ってみる。リアは何？吹雪。どっちかっつったら雷だろう。ネギ。ドーム。ドボボボボ。ああ。ああ、倒れん。4体、これ、ムーちゃん。ムーちゃん。リアはどう？吹雪、雷、水、吹雪。ああ、まあまあ、結局術者の魔法攻撃依存か。魔法使った方が良さそうだな。これはじゃあもちろん開かないよ。もちろん多分ここ空いてるから、こっから入らないとダメってパターンだから、あいつそこにいるんだよな。しょうもねえ、あいつ守りやがって。一生そこで守ってろと。これで開くと。結構上がってきちゃってるけど、なんか赤いのついてる。うんせん、潰される。あ、そういうわけで、あ、そういうことか。あそこ渡れるようになるっていうスイッチね、これ。上下に、なるほど。ああ、そういうことね。これ今上にあるスイッチをガコって下げたのね。こういうレトロな感じいいよね。レバーを下げたと。奥行けないよ。
あ、じゃあここはこれで OK と。ラッキーパターンですねこれ。こう戻ってこっちか。あれもうないよね。こいつの骸骨気になりますけど、これ分かりました。この壺の4つの中にこれ置けってことよ。絶対そう。なんか違う気もするけど、違う気もするけど、こうしてこうよ。あ、違うわ、間違えた。分かった。ここに柱か。うわー、めんどくせえことしちゃったわ。逆にめんどくせえことしたわ。ん？なんか現れたね。これこっちに移動せよってことか。こっちに。ああ、そういうことか。そうすると左のと開くよと。で、逆にこっちが閉まるってわけでもなさそう。そういうわけではない。これ右から左に移したから。そんなあれでもね、そこまでさすがにめんどくさいことはさせねえと。こいつすげえ来るな。うわ。こいつすげえ来る。マジか。本気だな、こいつ。やるねえ。でも分かったのは、もう魔法の方がいいと。で、まあそしたらフレイだよ。威力はおそらく24、5のダメージ。おい、炎弱点、絶対もう炎じゃないですか、そしたら。いやー、そこは攻撃、ムーちゃん。ここは攻撃よ。倒れるから、多分、あいつ。攻撃は最大の防御とは、そういうことですよね。お、ティアも分かって、会心出しましたね。クリティカル。ムーちゃん。スコーピオンはもう寄ってこないんですよね。お、ボム言ったけど、これ爆弾か。それかあのスケルトン野郎を置くか、どっちかですね。よし、出てきた。おい、うい、スケルトン野郎は行動が遅いんですね。ってことはむちゃむちゃ強い可能性ある。やばい。強いね、やっぱ強いっすよ。っていうかさ、スケルトン、お前その剣の持ち方肩こらねえかと。すごい前のめりになってるけど、これ剣ほら、すごい右肩を寄せてる。すごいんですけど、絶対もう肩次の日凝る。これ右肩か左肩、今肩っつうか、多分この体勢を取ると、多分左、ちょっとみんなやってもらうと分かるけど、右手を前に持ってくるスタンスでしょこれ。左のなんか首の前筋あたり凝るっていうか、突っ張っちゃうから、大したことねえんだな。そして経験値とゴールドが。スケルトンはそういうことっていうあれなのかな。ここはポーションでいこう。ちょっとね、最初と今までのダンジョンと違って回復がなさすぎる。さすがに開発陣も、いやこれ簡単すぎたってことになったのかね、話的に。わかりました、これ。これが多分弓矢。これ爆弾。射。だから。あれ？ちょっと待って。音、音符は下から行くのがいいよ。こいつらも逃げてるね。もう敵じゃないってことか。
だからここで間違えた間違えた、ちょ待って、間違えた間違えた間違えた、これでいいのか、あ、いいんだよ、こうしてここが弓矢だったんで弓矢にして、で爆弾でしょ、そういうことっすよ、うえー、ナイス、うわー、スコーピオンさすがに守ってくる、さすがに守ってくる、宝、青はお宝ですから、あれでもさらわれたんだよね、あいつがいなかったぞと、奥にいるのかな、取りましょうか、とりあえず空の鍵、それともおっと町なのパターンかな、そのパターンあるよね、ない、そのパターンじゃない、あ、そうか、鍵使っていくのか、どっかしら、まだあのレバー、赤いレバーを下げたとこの横通ってなかったので、こいつ調子こいてんな、こいつ調子こいてんのよね、こいつはキラークラブか、まあ確かにこいつのは何ふさわしい強さを持ってる、多分グオームで赤いやつが消えて、でムーちゃん、どい、ムーちゃん、ムーちゃん、ガイでちょうど倒せるかなって思ったけど、素早さも多分あるのかな、ムーちゃんがかわされちゃってるからっていう、それもある、あれ、こう上、あれ、このまま下行っちゃったんだっけ、さっき、違うな、上、あ、ここ行ってねえわ、ここの先に多分鍵を使うとこが、あー、ほら来た来た、よっしゃ、ナイス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 、オッケー、ここでガイが、よし、仲間になって並んでる、ティアとちょっと場所変わってほしいけどといったところで、はい、次回ね、ガイの妹ね、名前忘れちゃいましたけど、はい、助けたいと思います、動画の移動お願いします。